この問題は、先月3日、美濃加茂市の姉妹都市であるオーストラリア・ダボ市のマシューディ・カーソン市長らを招いた歓迎レセプション後の二次会の席で、永田副議長が市長の20代の娘の下半身にマイクを近づけ、セクハラを疑われる不適切行為をしたものです。この問題を受け、美濃加茂市議会では今日議員全員協議会を開きました。 永田副議長も出席しましたが開始10分後に退席しました協議会終了後森由美子議長は議員の辞職勧告決議案を出すべきかを協議し14人中10人が賛成したものの決議案を提出するとの結論には至らなかったことを明かしました一方、永田副議長は副議長を辞職する意向を表明しましたが 議員活動は続けたいと話しました。明日、議長に辞職願いを提出します。